はい、今回はだいたいこれ30キロちょっとですね。もうちょっと取りたかったですけど、まあしゃあないですね。あと赤が5キロぐらいですかね。5キロないぐらいです。まあ、ちょっと今回も雪が、まあ、期待できそうにないんで、まあ、ちょっと厳しい状態が続くと思いますけども、頑張っていきたいと思います。あとちょっと3種類ちょっと説明したいと思います。はい、これ左から赤ナマコ、赤ナマコ、青ナマコで黒ナマコ、これが黒ナマコ。これまで赤と青はちょっと紹介させてもらったと思うんですけど、大体この3種類、まあ、3種類と言っても、種としては同じマナマコになります。でこっちの赤、この赤ナマコの方が身が柔らかくて、酢の物とかされるのはこっちの方がいいと思います。まああるいはこっちちょっと硬くなりますけど、でこの黒ナマコっていうのは酢の物というよりはちょっと身が相当硬いんで、干しナマコとかね、そういう加工の方に回されるやつです。干しナマコいたらもうかなり高級食材になるんで、かなり高くで取引されるいうことで、黒いダイヤ言うてね言われてます。まあ同じ種類なんですけども、まあ、実際はどのように使用されるかっていうのは変わってきます。